大台ヶ原は日本百名山の一つであり、日本百景、日本秘境百選の一つにも選ばれています。大台ヶ原東大台コースの途中、大台ヶ原の名勝である大蛇倉で仲の良いカップルにお話をお伺いしました。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと残念ですけど霧がね、はい、どちらがお越しなんですか。あ、奈良の方です。はい、あなたも。私も奈良です。あ、そうですか。はい、お友達ですか。あ、はい、そうです。あ、そうですか。今日は大台ヶ原は初めてですか。あ、そう、初めてです。初めてです。はい、そうですか。歩かれた感想はどうですか。あ、気持ちいいですね。なんか涼しいし、今夏のように。しかもいっぱいおって、なんか楽しかったし。楽しかった。動物。彼女はどうですか。私もすごく楽しかった。自然いっぱいですし、なんか山登るのも自体もそんなに回数行ったことないんですけど、すごい綺麗で楽しかったです。歩きやすいですしね。そうですね。ね、うん、特に虫が多いですけどね。多いですね。ね、ここ多い方。うん、やっぱり多いんじゃないですかね。日頃から割とあれですか、こういう形でハイキングとかされるんですか、お二方。そうでも僕なんか多分あんま初めてなぐらいなんで、1、2回目ぐらい。だ、彼女にちょっと誘われて。まあ、そんな感じですか。行かないっていう感じで。はい、彼女は何回か行かれてますか。私はでもそんなに回数は行ったことないんですけど、ちょこちょこ行ったことがあって、登りたいなと思って誘ったんですか。そしたら断れないよね。行くしかないですね。行くしかないよね。頑張っていきます。うん、どこでも行くって。なるほどね。はい、これからずっと、まあ、周遊で回られて、で今日は帰られるということですか。はい、なるほどね。はい、どうもありがとうございます。気をつけてね。ありがとうございます。はい、